はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、ウォルトディズニーワールドの中にある、アニマルキングダムへやってきておりますね、うん、でそこのパンドラ、うん、ザ・ワールド・オブ・アバターというところにやってきました、はい、別名アバターランドだね、うん、あの映画のアバターの、テーマパーク、うん、じゃあやっていきましょう、うん、すげー、よくできてんな。このナビリバージャーニーっていうのに行ってみましょう。35分待ちだって。どんなライドなのこれは。うーん、It's a small world みたいな。あ、そうなんだ。うん、あ、楽しみだね。うん。はい、じゃあ次はアバターフラットオブパッセージというのがあります。はい、はい、普通に245分待ちだ。そうだね、よっしゃ。こちらファストパスプラスなんで、このまま行っちゃいましょう。じゃあ、OK、音鳴った。どうしよう、ピシュンだって。Link to an avatar. Using avatars to fly this way was all figured out by my boss, Dr. Jackie Ogden. I'm not matched up. Yeah, you are. You're 13. Yeah, but it didn't say match. Okay, now I am. 14. All right. Great, you've all made it. It's important that you can all see me, so move a little if you can. はい、ということで乗ってきたけど、すごかったね。うん。うちらがアバターになって、で、その本当に飛んでるみたいだった。飛んでるみたいだった。すごい面白かったね、うんうん、なんかちょっと撮影ダメだったんでね、感想だけになっちゃうけど、もっと浮遊感が半端なくて、そうだね、高いとこ苦手だからさ、結構怖かったよ。そうだった。うん、すっごい楽しかった。そっかそっかそっか、うん、はい、本当に自分がアバターになったようだった。そうだね、うん、はい、ということで今回は、パンドラ、ザ・ワールド・オブ・アバター来てみました。面白かったね、はい、うん、ウォルト・ディズニー・ワールドの中のアニマル・キングダムにありますね、うん、はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そしてチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。